常城は、貧乏国足田郡にあった、日本の古代山城。城跡の所在地は不明。記録としては、俗日本期、現象天皇養老3年12月の城に、貧乏国安奈群の茨城、足田野群の常城をとむとあるのみで、正確な築城時期や位置は、明らかとなっていない。広島県内の古代、山城及び、皇后石では、唯一地名から場所が推理できる城であり、 1967年から1968年に、広島県立府中高等学校の教諭、豊本国が顧問を務めていた、地歴部部員と共に否定地である、福山市新一町、金丸を呼び常、ね、府中市元山町にまたがる亀が竹屋七つ池付近を調査し、その意向を確認したと発表した。しかし、後年否定地付近にあった青目寺後の、 発掘調査が実施されると、豊か教諭及び、広島県立府中高等学校地理規部部員による調査との間に矛盾が生じ、確実に常城が、福山市、府中市境付近にあったとは言えなくなった。常城否定地は、市町村制執行以前から、足田軍に属していた地であること、地名が今日まで残っていること、府中市街地は、ビンゴ国府否定地であり、 市街地下のために発掘調査は困難なものの国府であったことを示す異物がいくらか出土していることなどからすれば常常が亀が溶け七ついけの付近にあるのではないかという推測は依然として成り立つが明確な意向は見つかっていない調査は継続中で所在地は推定に止まるありがとうございます